それではただいまより令和5年度第22回市長記者会見を始めさせていただきます。長渕市長、よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日は令和6年度当初予算案の概要、そして財政収支の見通し、また令和6年度の組織改正についてお伝えをいたします。はい、早速始めたいと思います。まず令和6年度当初予算案の概要についてです。はい、一般会計の予算規模は4675億円で、前年度から347億円増加をしています。当初予算としては過去最大規模ということになります。前会計は8165億円、前年度から367億円増加をしています。一般会計の主な増加の要因としては、投資的経費や社会保障関係費の増加によるものです。はい、続きまして、一般会計の歳入についてです。市税は1527億円、こちらは前年度から47億円減少しております。主な要因としましては、定額減税の影響等で個人市民税が42億円減少をしました。また地方交付税につきましては、前年度から86億円増加をしていますが、一方で臨時財政対策債は34億円減少をしています。また社会保障関係費の増加によって国庫支出金が増加、また収支不足等によりまして、はい、こちらですね、基金繰入金が増加をしています。続きまして歳出についてです。人件費は一番上962億円、人事委員会勧告等によりまして、前年度から59億円の増加、扶助費は障害者自立支援給付や生活保護扶助費の増加等で、前年度から121億円増加をしています。また、投資的経費につきましては、こちらは中学校給食、調理場の整備等によりまして、前年度から163億円増加をしています。はい、ここまでが予算全体についての概要です。はい、続きまして、令和6年度の当初予算案の施策の概要についてお伝えをいたします。2019年に市長に就任して以来、徹底した事業見直しや、また新型コロナウイルス感染症への対応、昨今の物価高騰への対策に注力をしてまいりました。またデジタル化や DX の推進、情報発信の強化、女性活躍、さまざま区役所の機能強化、改革も進めてまいりまして、子育て支援の充実、また健康長寿の取り組みなど、喫緊の課題にも着実に対応しております。この1期目の4年間の間、歴史の町、堺から未来をつくるための土台を築くことができたと考えております。こちら、2023年まで土台の構築としております。そして市長としての2期目、初めてとなる令和6年度の予算、今日お伝えをいたしますが、これまで築いてきた土台をもととしまして、新たなステージに歩みを進めるための年度としたいと考えております。堺市基本計画2025、施政運営の大方針で、この会見でも事業をお伝えするときに、この基本計画についてお伝えをしていますが、この中では都市像に未来をつくるイノベーティブ都市を掲げています。社会情勢の目まぐるしい変化や少子化に伴う人口減少の加速など、堺市を取り巻く環境は厳しさを増しておりますが、市民の皆様がこれからも安心して暮らし続けることができて、そして将来にも夢と希望が持てる都市であるように、令和6年度当初予算を輝く堺を作る予算、新たなステージということも含めまして、輝く堺を作る予算としてお示しをしております。はい、そしてその重点策としまして、安心できる堺の確保、また堺の未来への挑戦、この2つを軸としまして予算編成を行いました。本日は特に
重点施策の新規拡充事業についてお伝えをいたします。時間の関係上この場におきましては概要の説明となりますので、事業についての詳しい確認としていただく場合は担当者にお問い合わせをいただきたいと思います。それではまずはこの2つの軸のうち安心できる社会の確保についてお伝えをいたします。はい、まず一番上ですね、産後ケアの拡充につきましては訪問型を導入をいたしまして、対象月齢を、まあ、利用できるお子さんの年齢を拡大をいたします。そして宿泊型やデイサービス型につきましても利用者負担額の軽減を導入を軽減措置を導入をいたします。認定こども園等につきましては安心安全な保育体制を強化して保育教諭等の負担軽減を図るため、スポット的な支援者や配慮を要する子どもに対応する保育教諭等の雇用に必要な経費を補助します。そしてヤングケアラーの負担軽減を図るために、対象世帯に対して育児や家事等の援助を行う支援員を派遣をしまして、ご本人の育ちや学びを応援をします。そして奨学金に関しましては、経済的な理由によって就学を継続することを諦めることがないように、大学生等を対象に年額12万円を給付する制度を新たに創設をいたします。また高校生等は対象を全学年に拡大をいたしまして、給付額も年額6万円に増額をいたします。子どもの総合的な学力の向上につきましては、個人と集団の学力の伸びを把握・分析ができる IRT 調査を全小学校の4年から6年生と全中学校の1、2年生に拡充して実施をいたします。オンライン英会話につきましては、海外の英会話講師とマンツーマンで実践的な英会話を行うことによって、生徒が主体的に英語によるコミュニケーションを図ることができるように、全中学校、堺市の43中学校の2年生に拡充をいたします。不登校の子どもと学びとつながりの支援に関しましては、長期欠席中の生活困窮世帯の中学生の学びやつながりの機会を確保するために家庭教師を派遣する事業を実施をいたします。そして学校体育館の空調設備、空調整備に関してです。市立の堺市立の小学校、中学校、高等学校および特別支援学校の体育館について、教育環境および避難所環境の向上のために空調整備をします。令和6年度次年度から設計を進めまして、令和7年度から5カ年で整備工事を予定をしております。また学校給食の食材費の高騰支援としまして、栄養バランスや量を保った学校給食を提供することを目的としまして、市立小中学校および特別支援学校にて現在食材費の高騰分を支援しておりまして、令和6年度についても1年間支援をいたします。続きまして高齢者の安心サポートの推進についてです。認知症等で行方不明となってしまった高齢者の方が、発見者から家族等に連絡ができる緊急連絡用のステッカーを配布をしまして、アプリを活用した見守りサービスを提供いたします。地域包括支援センター、こちらは高齢者の総合的な相談窓口でもございます。こちらは増加する相談人数への対応や地域へのアウトリーチ活動等をさらに充実するため増員をしまして、人を増やしまして体制を強化をいたします。地域活動支援センターは障害のある方への地域生活の支援を行う機関ですが、充実強化に向けて再編をしまして、有資格者である連絡推進の配置による関係機関等と連携や解消時間の拡充を行います。
また強度行動障害を有する方への支援としまして、専門的なスキルを持つ人材や法人を確保育成をいたしまして、体制を整備いたします。はい、災害対応についてです。一番上、地震時の自動解除キーボックスにつきましては、堺市では津波避難対策として小中学校等津波避難ビルに指定をしています。避難者が自ら施設を解除して上の階に避難できるようにするために、地震の揺れを感知をして自動的に解除するキーボックスを新たに設置をいたします。また2つ目ですね、災害時に必要な医薬品を安定して供給することができるように、現在の流通している在庫を活用した備蓄方式での対応を保管する形で一定量の医薬品の現物備蓄を実施をいたします。自治会に関する施策2点です。自治会防犯等、自治会設置防犯等の LED 化につきましては、蛍光灯型の防犯灯から LED 防犯灯への集中的な更新をするために必要な費用を補助します。このことによって維持管理の負担軽減でありましたり、環境負荷の低減が期待できます。また自治会活動を安心して行っていただくことができるように、事故など不測の事態に備えて加入に必要な保険料を補助することといたします。続きまして、がん検診の無償化についてです。がんの早期発見治療のため、胃がんなど5つのがん検診や胃がんリスク検査、前立腺がん検査の自己負担金を令和6年度も引き続き無償といたします。そして動物指導センターにつきましては、動物愛護の普及啓発等を進めるために施設を更新をいたします。また生成 AI につきまして、文章作成する際の負担が大きい部門にマイクロソフトオフィスアプリと連携して資料等を作成する AI 支援機能を導入して業務の効率化を図ります。はい、ここまでが安心できる社会の確保に関する主な施策のご紹介です。はい、続きまして、社会の未来への挑戦の部分です。世界遺産モズ古市古墳群は今年登録から5周年を迎えます。その価値や魅力を発信するため、世界の墳墓をテーマとする古墳サミットを開催いたします。また関係自治体と連携をいたしまして、共同イベントを行ったり、堺市博物館では埴輪をテーマとした企画展を行います。そして構成資産の堀の水の環境改善に向けて、五病山古墳にて水の循環促進や水草の除去を行います。次に、2025年大阪・関西万博に向けた誘客の促進についてです。はい、インバウンドを含む万博の来場者を堺市に来ていただきたいという思いで、市外からの団体ツアーにかかる費用の補助や、堺市役所21階展望ロビーのリニューアルを実施をいたします。また JR 西日本等の鉄道事業者と大阪府内の自治体が共同で実施する大阪デスティネーションキャンペーン等に参画をしまして、誘客プロモーションや旅行商品の造成を行います。中小企業の皆様に対する支援についてです。市内中小企業の生産性や付加価値の向上を目指して DX を実践する社内人材の育成や、デジタル化への投資に必要な費用を補助をいたします。また持続的な賃上げに向けて、一定以上の賃上げを行う中小企業の資金調達を支援いたします。現在イノベーション創出拠点として力を注いでいる中本エリアにつきましては、スタートアップやベンチャー企業等の定着を支援するため、既存オフィスのリノベーションや新規開設に必要な補助の対象エリアおよび補助率を拡充をいたします。
また女性や非正規雇用で働く方に対しましては、平日の夜間でも気軽に利用できる電話相談や市内事業所とのマッチングなどの就職を支援いたします。続きまして、国の脱炭素先行地域に採択をされています堺エネルギー地産地消プロジェクトにつきましては、対象エリアのカーボンニュートラルの実現に向けて、来年度はゼロエネルギータウンを手掛ける事業者に設計費用の一部補助を実施をいたします。また来年度から民間事業者と連携して、市内の遠隔地から公共施設に再生可能エネルギー等を供給するオフサイト PPA や既存庁舎の改修等では、全国最大規模となります堺市役所本庁舎のゼブ化に取り組みます。新可能化地区につきましては、ポテンシャルを最大限に生かすために、地区内の活用地の方向性や最適な整備手法の検討を行いまして、この地区の魅力向上に取り組んでまいります。SMI プロジェクト、堺モビリティイノベーションプロジェクトにつきましては、堺都心部の活性化や東西交通問題の改善を図るため、SMI 都心ラインにおいては、ART ステーションの暫定整備等を行いまして、自動運転車両の静着性などを検証する実証実験を行います。また、SMI 三原ラインは本格運行を見据えて実証実験を実施をいたします。箇所大和川サイクルラインにつきましては、接続する路線の自転車通行環境整備をいたしまして、大阪府、大阪市等と連携をして、万博会場への案内サインを設置をいたします。また、完成披露イベントを実施をしまして、情報発信など、利用促進のための行動を行ってまいります。大阪・関西万博の開催に向けた取り組みとしましては、その堺市への波及効果を最大化するため、万博の機運醸成や堺市における魅力発信を、堺市の魅力発信を強化をいたします。また、万博が大阪で開催される貴重な機会を捉えて、子どもたちの国際感覚の醸成等につなげたいと考えております。ゼロ予算事業として毎年お伝えをしていますが、こちらは予算は計上をしていませんが、職員の創意工夫や民間事業者の皆様との連携によるよって実現する取り組みです。主な新たな取り組みについてご紹介をいたします。就活セミナー、就活相談支援の実施につきましては、民間事業者と協定を締結して支援を実施をいたします。またパリオリンピックで注目を集めるアーバンスポーツをはじめとして、若年層に人気がある競技への関心向上や機運醸成のため、市内各所でのパネル展や SNS での発信によってスポーツの魅力を広める行動をいたします。また食品ロス削減につきましては、消費者庁が開催する食品ロス削減推進サポーター育成のオンライン講座を市内の団体に案内をいたしまして、受講希望の団体にオンライン接続や受講後のサポーター登録の手続きを支援をいたします。はい、ここまでが主な施策についてです。はい、続きまして財政収支の見通しについてお伝えをいたします。はい、令和2年度から毎年この財政収支の見通しを公表しておりますが、この度内容を更新をいたしました。推計期間中はマイナス110億円から3億円の赤字、収支赤字、特に令和7年度はマイナス110億円という多額の収支赤字となっておりますが、将来的には収支は改善傾向で推移をすると見込んでおります。この大幅に前回の1年前の公表からガクンと、特に近年において
マイナス幅が大きくなった理由についてです。はい、こちらの違いは収支の改善要因としては地方交付税と増加したことによって一定改善幅は見られておりますが、それを上回る収支の悪化の要因があったということです。人件費でありましたり、また社会保障関係費等大幅に増加をしておりまして、前回の収支より悪化をしております。先ほどグラフでお伝えした通り、毎年約3億円から62億円、前回公表時から悪化をしているという状況です。はい、資産残高の見通しについてです。こちらは資材高騰、また労務単価の上昇などによりまして、普通建設事業費が増加をする見込みとなっておりまして、この点線の部分が前回お伝えしたところですが、こちらも少し悪化をしております。資材残高がすべての年度において、やや増えているという状況です。こちらはすでにお伝えをしています持続可能な財政運営に向けた取り組みで掲げるハード事業費の総量管理等の取り組みによって減少傾向で推移をする見込みです。続きまして基金残高の見通しについてです。はい、こちらは令和4年度の決算や今回の収支見通しを反映して前回と比べて減少しています。前回がこのオレンジ色基調のところですね。そして今回がこの青色ベースの部分です。この推計期間中基金残高は300億円以上で推移する見込みとなっておりますが、財源調整に活用できる基金、この特に青色の濃い青の部分、財政調整に活用できる基金につきましては令和13年度まで減少傾向、その後100億円程度で推移をする見込みとなっております。ここのなぜ前回公表時からぐっと下がったのかというところは、はい、このマイナス幅がそれぞれの年度増えたことによって、この足らず分は基金で補う必要があるということで、この毎年毎年を反映した結果、この基金がぐぐっともともと予定したところよりも少なくなってしまうということです。この一連財政収支の見通しお伝えをしましたように、堺市においては厳しい財政状況が続くと認識をしております。引き続き財政の持続性を確保する取り組みを進めてまいりたいと考えております。はい、そして最後に令和6年度の組織改正についてです。はい、市長に就任して以来、市長直轄の ICT イノベーション推進室の設置や、各区の特性を生かす区役所の機能強化など課題や社会情勢に応じて積極的な組織の見直しを行ってまいりました。令和6年度につきましては堺市基本計画2025を着実に進めていく、さらに強化をするための組織体制の充実強化が中心となっております。はい、まず子育て、子どもの成長、健やかに育っていただくための部門としましては、子どもの今と将来が生まれ育った環境によって左右されず貧困の連鎖を生み出さない社会を実現するために、子どもの未来応援室を新設をいたします。そして本市におきましては、待機児童ゼロが継続をしていることから、これまで設置をしております待機児童対策室を幼保推進課と統合いたしまして、組織の名称を幼保政策課に改めることによりまして、保育情報の積極的な発信や利便性満足度の向上につながる取り組みを実施をして、さらに子育てしやすい環境の充実を目指します。さらに幼保支援課を新設をいたしまして、保育施設への相談支援機能の強化や保育現場の実情に応じた保育士の研究内容を充実することによって、安全で安心な保育環境を確保し、さらなる保育の質の向上を図ります。上下水道局につきましては、局長級職員の局次長について、
経営サービス部門を担当する企業経営担当と技術部門を担当する技術管理担当の2名体制に変更することによって経営戦略の着実な推進と技術力の向上を図り適切な事業管理とガバナンスを強化いたします。また設計審査機能を強化するため局付けで技術力強化担当課長と工事検査担当課長を配置をいたします。上下水道事業を取り巻くさまざまな社会情勢や経営環境の変化に的確に対応することによりましてこれからも安心してご利用いただける持続可能な上下水道であるように取り組みを進めます。私からの説明は以上です。それではただいまから質疑に移ります。挙手の上社名を告げていただきご質問の方をよろしくお願いをいたします。ご質問ございますでしょうか。それでは読売新聞さんどうぞ。読売新聞の川口です。2期目最初の予算ということで新たなステージに歩みを進めるための年度にしたいとおっしゃってましたけれども、その中で、重点施策として安心の確保と未来への挑戦というのを挙げられてますが、この2つを挙げた理由を教えていただければと思います。はい、この間4年間で、財政的な面またこれまで行っていた事業の徹底的な見直しと進めてまいりました。今回の財政収支のうちでも厳しい収支見込みが示されておりますが、今行政に求められる役割というのも社会のこの流れによって変化をしながらさらにこの費用が要するような内容も多くなっております。これからこの社会で安心して子どもも大人もご高齢の方も過ごしていただくためにはやはり安心ということが欠かせません。そのためにこれまで行ってきた事業に加えましてまた拡充や新設をすることによってさらにこの社会でこれからも暮らし続けたい、もしくは社会に移って暮らしたいと思える方を増やしたいという思いを込めております。ですので今回掲げているこの以外にも皆様にも資料でも示していますが、その中の一部を抜粋してお伝えをしていますが、これまでも取り組んできた内容に加えてさらに範囲を拡大したり、もしくはこの奨学金みたいに高校生から大学も増やし大学生も増やしたりというところで拡充、これまでを充実させるものを多くなっております。そしてこれらの取り組みをさらに進めていこう、もしくは今回の大幅な支出増員、社会的な要因による支出増も含めて対応するためには、はい、すいません、これらの悪化要因がありますが、こちらは社会独自というよりもこの社会情勢の変化というところも大きくありますが、これらに対応しながらさらに社会独自の施策をこれからも充実させていこうと思えばやはり社会主としての稼ぐ力を高めなくてはなりません。今まで通りのこの堺市では新たな収入を得ることができない、そうするとこれまで行ってきた事業の存続すら難しくなる、拡充どころか維持すら難しくなるということが目に見えております。ですのでその意味でも安心できる堺の確保というものと、そして堺の未来への挑戦、これは前年の1期目の4年間でも行ってまいりましたが、堺が持つ魅力や可能性を最大限発揮することによって稼ぐ力を高めていくというところもさらにパワーアップをしながら行っていく、その意味でまずはお住まいの皆さんこれからも暮らし続けたいと思っていただける安心できる堺の確保、そしてこれからもこの堺が発展していく成長していく都市であるために挑戦を行わなくては未来を切り開けないという思いで堺の未来の挑戦、この2本の柱を2期目最初の予算としてお示しをいたしました。それでは他にご質問いかがでしょうか。NHK さんどうぞ。
すみません、 NHK の高橋です。他の自治体と比べてっていうことで、その、まあ、独自性とか、あるいはその大阪の中での優位性を市長としてこの事業は歌えるというか、この新規事業とか拡充事業の中でこれはだいぶ一押しなんじゃないかっていうのがちょっと 2,3 もしあれば、全体として、はい、このこれだけのメニュー揃えたんで全体として暮らしやすくなってると思いますってことじゃなくて、個別の事業で、はい、もしその独自性とか優位性で、はい、いやいや大阪市に負けてませんよとか、いやいやもっと上回ってますよっていうことがあれば、ちょっとその長藤セレクション聞きたいなと思います。はいはい、全ての事業について例えば全国の自治体であったり、あと政令市全体でやってるかどうかっていうところまで比べていない事業もあります。まあ、堺市がこれは行うべきだということに関しては、他がやってなくても先進的に行うことも多くあります。その中で例えばお伝えするとすると、この大学生を対象とした給付型奨学金、おそらく政令市の中でも数都市 2,3 都市に限られたと思いますが、高校生を行っているところは多いんですが、大学生に関しては堺市はおそらく先進的な事例となるかと思います。そしてこの金額についてもおそらくトップレベルに近いような額だと思っております。ただ今回年額12万円というお示しをしておりますが、それでじゃあ就学を諦める子どもが減るのかというと、まだまだ完全ではないと思っております。でこの今回のこの給付奨学金に関しては、主に基金を活用して、この奨学金の基金がありました。これまでなかなか有効に活用できていなかった向きがありまして、これを効果的に活用するために基金を用いながら行っていきますが、基金にも限りがありますので、ぜひこれからの若い方たちの育ちを応援したい、進学を応援したいと思われる市民の皆様、ぜひこちらの基金ご寄付も含めてですね、このさらなる給付型奨学金拡充をできるような制度にしていきたいと思っております。そしてオンライン英会話につきましては、こちらも私の以前の公約に掲げた内容でもありまして、ALT ネイティブスピーカー、実際に英語をお話しする外国人の講師の方が学校に来られて授業しているというのは全国的にもありますが、オンラインの英会話、こちらは海外の英会話講師とオンラインで結んで1対1で行うということについて、おそらく政令市ではほとんど例がないんじゃないかと考えております。このことによって、これまでモデル実施も行ってきましたが、実際にテストを行った時の聞く力、また話す力が伸びた、また英語を学びたいという意欲が向上したという結果も出ておりますので、今回全中学校に拡充することによって、堺市の英語力、政令市の中で見てもおそらくこの数年間でもぐっと向上していると思いますが、さらに英語、単なる英語学を学ぶというよりも実際に話せる英語、使える英語によって子どもたちの可能性を切り開いてもらうための後押しをしたいと思っております。はい、はい、そしてこちらホームサミットを先日実施をしましたことでもそうですが、こちらは大阪で唯一の世界遺産、モズ古市古墳群、早いもので2019年7月6日に世界遺産に登録されて5年が今年経とうとしています。ですからこの機会にこれまで行ってきた古墳サミットの経験を踏まえて実施をしたいと思いますし、この単なる一つの行事ではなくてですね、関係自治体と連携をしたり、博物館との企画展も行いながら、この5周年を迎える年にですね、ぜひモズ古市古墳群の価値魅力を発信することによって、より多くの方に世界遺産モズ古市古墳群を次の世代にも守り伝えていきたいという意識を高めていただきたいと考えております。はいはい、そしてこの脱炭素先行地域につきましては、大阪において初めて選定されたのが堺市でした。ですので、大阪においてもリーディング事業だと思っておりますが、このエネルギー地産地消プロジェクトをさらに前に前にと進めていくことによって、堺市の将来に向けた未来に向けた挑戦、
進めていきたいと思っておりますし、今これまでもお伝えしたごみ減量4割大作戦も期間中ですが、多くの市民の皆様、事業者の皆様のおかげで目標数値よりも前倒しで達成しております。環境面での行動というのは市民の皆さん、事業者の皆さんの行動変容ということも非常に重要ですので、行政としても積極的に取り組みを進めながら、より多くの方のご協力をいただいて、ぜひ堺が環境においてですね、リードするような、全国をリードするような取り組みを行っていきたいと考えております。はい、そしてこの SMI プロジェクトの推進についてです。こちらはこれまでも最初の公表の会見からこの間実証実験等も行ってまいりました。都心部においてはこの堺の中心地、堺東観光エリア、そして堺駅というこの都心部のブランド力向上を目指す、また未来に向けて挑戦する、歴史の街堺から未来を作るという意味でも非常に重要な、また取り組みだと思っておりますし、都市空間を有効的に活用してもらうと、多くの方が交流するような見据えて取り組みを行ってまいりますので、この実証実験を進めることによってですね、効果的な導入につなげたいと考えております。はい、ざっとですが、今今日お伝えした中から特に堺市が独自性のある内容について、その他さまざま拡充新規もございますが、この中にも職員がさまざま知恵を出してですね、また私含め副市長、また局長協議しながら今回の予算を策定しておりますので、また気にかかる内容ありましたら、また堺の独自性確認されることがありましたら担当者にお聞きいただければと思います。はい、それでは他にご質問いかがでしょうか。日刊工業新聞さん、どうぞ。日刊工業新聞の小林です。2点教えてください。はい、まず1点目は万博に関してなんですけれど、今年は新年度はあと1年ということになって、誘客促進であるとか機運醸成に予算ももらえているんですけれど、ここで先ほど市長がおっしゃってた堺への波及効果を最大化するというようなお話、この堺への波及効果っていうのは現在の段階でいかほど見ていらっしゃるのか、で誘客の目標っていうのは何か持っていらっしゃるのか、そのあたりあったら教えてください。はい、今この万博の効果に関しましては堺市だけではなくて経済団体の皆様とも協議しながら進めております。そこにプロジェクトチームも置いております。具体的な目標人数であったり、その取り組み内容というのも特に来年度、この令和6年度、前年の年ですが、集中して設定することになるかと思いますので、またお示しをさせていただきたいと思っております。で今一方でまだ大阪府であったりその万博の中でもですね、どういう催しができるか、どういう関わり方がいいかと、今こちらからも手を挙げている内容もありますが、具体的にそれが定まっているわけではありません。ですので今日当初予算としてお示しをしておりますが、おそらくその内容が固まってくれば令和6年度中に補正予算という形でもお示しすることがあるかと思います。ですので万博会場におけるその期間中の堺市の発信でありましたり、もしくは今回旅行消費の増税等も入っておりますが、その一連の流れを通じて発信によるその堺の周知の効果、そしてそこから堺に来てもらうための取り組み、それらについてどういうふうな目標数字を設定しながら進捗を見ていくかということも令和6年度の重要なポイントかと思っております。確認なんですけど、プロジェクトチームっていうのはこれは堺市で立ち上げているということなんですか。堺市と経済団体が共同、経済堺商会議所さん、また観光コミュニケーション協会さん含めてチームを結成をしております。はい、じゃあその目標に従って、出された目標に従って、地籍市としてどういうことができるかということを実際やっていくというところなんですね。来年、そうですね、目標の具体的な設定というところはこの後詰める必要があると思っていますが、やはり行政だけの取り組みでは限られていますから、民間の皆さんのお力もお借りしながら同じ方向性でぜひこの2025年の大阪・堺万博という大きな機会を大阪に向かしたいと思っています。まだ目標が定まっていない段階でお伺いするのもあれですけど、市長としてはどういうふうな期待をしていらっしゃいますか。そうですね、やはり今まず
一つは堺市の子どもたちが万博開催を通じて国際的な視野であったり可能性を感じることができるような機会にしたいと思っています。これは昨年10月に開催した G7 大阪堺貿易大臣会合でも同じ共通のテーマでしたが、やはり自分が知らないこと、堺のことだけじゃない広い世界のことを知るというのは非常に重要な機会だと思っていますので、私も G7 の後大阪に拠点を構える総領事館の総領事の皆様と直接お話しさせていただきましたが、この G7 の経験も生かしながら万博でもぜひ海外との交流を深めることによって、この半年間の期間がありますから、ぜひ多くのことを堺市の子どもたちに可能性を得てもらいたいと、広げるための行動していただきたいと思います。そしてもう一点は、やはり万博を訪れる国内外から多くの方が来られます。これまでインバウンドという視点ではコロナ前の大阪のインバウンドが絶頂期だった時でもほとんど大阪市内にとどまっていて、堺はどちらかというと通過地みたいな扱いだったと認識をしています。ですので万博会場に来られた方ですね、その前後にぜひ堺に寄っていただいて、未来のショーケースである万博と、そしてその未来の前にはやはり歴史がありますから、その堺の歴史を感じていただくことによって、より万博の魅力が歴史からつながる未来というものも感じていただける相乗効果を生み出せるんじゃないかと思っております。こちらは観光面でも、また産業面でも効果を出せるように期待をしております。でもう一点お伺いしたいのが SMI なんですけれど、はい、先ほどの都心ラインについては言及があったんですが、三原ラインについて、これは BRT の導入を前提として実証実験進められてきましたけれど、いわゆる需要が今非常に少ない状況ですし、多分採算ラインの10分の1もいっていないような状況だと思うんです。これ本当に必要性が認められるものであるのか、そのあたりっていうのはどのようにお考えなんでしょうか。はい、この間2年にわたって実証実験を行ってまいりました。そしてその間、まずは一番最初の実際に乗る方がいるのかどうかというところから、今回は沿線の商業施設とも連携をしながらクーポンを発行したりしながら行いました。また時間もずらして実施をしました。でこの検証結果を踏まえて、また今年度、来年度ですね、この実証実験については違う切り口で行った中でですね、例えばその本数であったり、その時間帯、どういうふうなものだったらより導入の実現性があるのかどうかというところを探りたいと考えています。この三原ラインのこの実証実験というのは、これまで堺市が東西交通問題というのは非常に重要な課題でして、なかなか前進をしてこなかったということがあります。以前はモノレールの延伸、今東大阪まで大阪モノレールが予定されていますが、それを堺までという話もありましたが、ただその話の前にやはりそもそも東西を移動する人がいなければ、その後の交通機関もありません。ですので今回のこの実証実験というのは、やはり今まで三原地域、三原東区、北区、そして堺区という横のラインをですね、なかなか移動する人がいなかったところを、この交通網を整備することによって需要も喚起をしたいと、そのことによって公共交通のこれからの可能性もぜひ見出したいと思っています。大阪を含め全国的に今公共交通、特にバス事業者大変厳しい中でですね、廃止や減少傾向にありますが、ただやはり公共交通を使っていただくというのは、これからの環境面においても、また人材の面でも非常に重要なポイントだと思っています。この SMI プロジェクトの三原ラインというのは、これも堺市だけではなくてですね、民間のバス事業者、交通事業者の皆様と連携しながら、どうすればこの三原ラインを堺市の交通網として成り立たせることができるかどうか、そのあたりも協議する非常に重要な年度だと思っておりますので、私の思いとしては、ぜひ導入に向けて前向きに動かしていきたいということです。1年目で潜在需要がどれくらいあるのか、で2年目に需要喚起の策を打ってみた、そして3年目っていうのは、この延長線上にいたら
あまり期待はできないような気がするんですね。というのは2年目の需要喚起がうまくいかなかった、このあたり市長としてはどのような目標を設定したいとか、そういう何か落としどころってあるんでしょうか。やはりこれまでの2年間からステップアップすべきところは実際の採算性ですね。新しい交通もこの路線を引くときには全く民間だけの力でできるかというと難しいことがあるかと思います。このまでのさらにその需要喚起であるとか強化するところはもちろんあると思いますし、それを行ったとしてもどうしても補えないところは、例えばじゃあ行政としての行動が求められる部分があるのかどうかだとすれば、どういうふうな仕組みであればより本格的な導入につなげられるのかというところも、これまでの経験を踏まえて行った中でですね、これからの導入の可否を、令和6年度でそこで限定するわけではありませんが、導入の可否も検討していく段階にあるのかなと考えています。はい、それでは他にご質問いかがでしょうか。はい、朝日新聞さんどうぞ。すいません、朝日新聞の伊崎です。改めての部分もあるんですけども、まず今回収支不足が93億円拡大して217億円になった、この点について受け止めをお聞きしたいのと、次の2点目としては、それだけの収支不足があっても、102億円10年後に残るという、1期目とのこの違いが、あるのかなと思うんですが、そのことについての受け止めと、3点目については10年スパンで見ていくと、その途中にさまざまな予期せぬことっていろいろあると思うんですけども、今回は人件費の増加であったりとか、この春の春闘次第ではまたその人件費がさらに民間格差是正が求められる状況も考えられたり、あるいは今後のゼロ金利政策等の行方によっては交際費の部分で影響が出てきたりとか、まだまだ見通せないことってこれからもいろいろ出てくるんだろうと思うんですけども、そうした中で今後も持続可能な財政運営を続けていく上で、例えば人件費においては定数管理を新たな計画を策定するとか、そういったことも求められてくる段階にあるのかなと思うんですが、3点目としては今後のそういう未来への備えとしてどのようにお考えなのかっていう、この3点をお聞かせください。はい、まず今年度、来年度の収支不足額の増加につきましては、主な要因としては中学校給食のための施設を整備する費用が、令和6年度に一気に計上されることになった、そして標準システム標準化の費用もそこにあったと思いますが、これは進めなくてはいけないというところで、今回の分については膨らんだ要因が一つ、そこにおいて令和7年でも一気にこの増えているように、例えば人件費であったり社会保障費関係の増加というところもあります。それが合わさって今回非常に大きな基金の取り崩しとなっています。ですので、そこはやはり基金を本来であれば極力取り崩さずに予算を組めることが望ましいと思いますが、堺市の財政状況というのはまだそこには至っていなくて、内部的やるべきことをやる、そして外部的にこの社会情勢の流れでやむを得ないものについては計上をしておりますので、その内容については一定受け止めざるを得ないかなと思っております。そして基金2点目ですね、基金残高についてです。特にこの財政調整基金、今おっしゃったように100億円程度が確保できるということです。私が市長に就任して最初の予算、令和2年度の予算を立てたときには、実はこの財政調整基金というのはゼロだったんですね。このゼロの段階で新型コロナウイルス感染症が流行しましたから、
大変苦慮しました。まだ国の臨時交付金等は設定されていない段階で、喫緊の課題に対して市民に対してどう暮らしを守っていくのかということを私正直なかったと非常に苦慮をいたしました。その後臨時交付金等も設定されまして、市としてもさまざまな支援策を行うことができました。その経験も踏まえて今回財政調整基金を一定保つと、財源活用できるような基金を保つという方針も示しております。ただこの100億円というところに関しては、今目標を定めているところについてはやはりググッと減っておりますし、100億円という額で果たしてこれが望ましいのかどうかというところはやはり蓄えというかですね、不測の事態に備えというのは必要だと思っておりますので、今回厳しい財政収支見通しとまたここの基金の大幅な減少ということにもつながっておりますが、市の内部としても財政の改善に向けた取り組みは進めていきたいと考えております。そして3点目です。おっしゃる通り今賃上げ、堺市としても中小企業の賃上げを応援するという事業も行いますが、おそらく人件費の増加、働いていらっしゃる方の報酬給料を上げる上がるという流れはこれからも続いていくことも想定されます。その場合に人事委員会勧告、国においては人事院ですが、やはり民間の給料と合わせるというところでは人件費のさらなる増加というのも見込まれます。今回特にこの人事委員会勧告等による人件費の増額分であったり社会保障関係費の増額分というところは堺市独自の努力というよりも国全体の大きな流れの中でおそらく全国の自治体が同じ課題を抱えてですね、同様の課題を抱えて苦慮している部分もあるかと思いますので、市として努力すべきところはしますし、これは国の全体として対応してもらうところは国と協議を行うことも考えてですね、持続可能な財政運営をしっかりと果たしたいと思っております。今ご指摘があった例えば定数の要員の管理ですね、これまで堺市においては職員の数をググッと減らしてきた時期がありました。そこがかなり急激に減らしたという過程もありましたので、余裕があるということではなくてですね、ただその中でも組織の改変だったりまた見直しも行いながらこの間を行ってきました。これからさらにこのどん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 職員が減ることが望ましいかというとそうとも言い切れない、実は大変職員が少ない中でですね、苦労している職場もありますので、全体的なこの堺市としての行政サービスを行うために、これからどのような人員体制が望ましいのか、またこの収支不足に対応するために、どのような体制で行っていくのかというところも、さらに議論を進めていく時期かなと思っております。そして加えて公共施設の管理につきましても堺市が多くの公共施設を保有をしておりますが、時代の変化とともにこれまでの機能がそのまま求められるのかどうか、もしくは違う機能で転用する、もしくは切り替える、もしくは民間で運用してもらうというふうなこともございます。そのあたりも含めてですね、これからおそらく人件費であったり社会保障費は増額ということも見込めますし、国からの地方交付税等でのサポートというのが十分でないことも想定されますので、そこにも堺市としても備えるための議論を進めたいと考えています。ありがとうございます。確認とも含めてちょっとお聞きしたいんですけども、先ほど今回の収支不足について給食センターの話がちょっと上がってたように聞こえたんですけども、もし違ってたらご指摘いただきたいんですけど、給食センター投資的経費なんて市債発行で歳入も含めてそこは賄って歳出も増えるけども市債発行して歳入部分も増えていくから、そこ自体は
収支不足にはつながらないんじゃないかなっていう気がしたんですけど、その点は どうでしょう。これはでも歳出歳入にはその資産発行分、ここも実際に支払う部分、所有権がこの完成に伴って移りますので、この令和6年度に堺市から一気に支払う部分が増えるというふうに見込んでおります。はい、すいません、これ補足があれば。はい、田中局お願いします。財政課長です。ご指摘のとおり、私債の発行はかなりの部分されますが、私債発行に当たらない部分 の一般財源で工事する部分がございます。その部分だけでも40億円強ぐらい一般財源出る部分ございますね。そこは公共施設等特別整備基金を取り崩す形の対応で予算組みしております。以上です。すみません、もう一つが定数管理の部分で、人をかなり減らしてきたっていう、だいぶ減らしにくい状況になってるのも確かだろうなとは思うんですけど、一方でこの間技術革新もだいぶ進んで、いろんな業界で人が今までやってたものをこの置き換えていく、 AI 等に置き換えていくとかっていうことも社会全体の流れとして出てきてる状況で、今後 の収支見通しを考えたときに、どこの発射台を抑えるかっていうので、10年スパンのこの蓄積っていうのがかなり効いてくるっていうところでいくと、人件費をこのまま人事勧告等で引き上げが続いていくような状況っていうことが続くと、なかなかこう財政運営的に厳しい部分も出てくるのかなという気がしたので、ちょっとお聞きしたので、その市長のお考えとしては確認ですけども、定数管理は厳しくなってるからこうそこは手をつけないっていうことなのか、そこは改めてこの考えていく余地があるということなのかをまずお聞きしたいのが1点と、あと高マネについて先ほど公共施設の管理についておっしゃっておられた部分では、高マネをして直ちにそれがすぐ何かに跳ね返ってくるっていうよりは、将来的な維持補修費であったりそこら辺が減ってくるっていう中長期的なところで聞いてくる話なのかなとは思うんですけども、この高マネについては私もちょっと堺市の高マネ計画までちょっと把握してなくて教えていただきたいんですけども、現状何か計画目標値があっての話なのか、目標値はあるけどもそれをさらにこう推し進めて削減を早めスピードアップしていくっていうことなのか、そこら辺のちょっとお考えをお聞きできたら。はい、まず要員の管理につきましては、私がお伝えしたのは実態に合わないまま減らしていく削減していくということは考えていないということです。おっしゃったように ICT の活用であったり、今回も生成 AI のことも載せていますが、効率化することによって、そこで例えば今まで5人で行っていたことが4人でできるということもあります。ですのでこの今の技術進展に伴って可能になる部門というのはより効率化が図れると思っています。今南区役所ではスマート区役所を掲げてどんどん積極的に ICT の活用を行っていますが、役所にお越しいただかなくてもいい方はもうオンラインであったり他の手法を用いてですね、手続きを24時間365日していただけるようにしながら、実際に役所に来られた方はより丁寧にきめ細かく対応するということを目標にしています。ですので、今役所の機能の中でですね、これから社会課題としても大きくなってくる分野、高齢化に伴う対応であったり子どもたちが健やかに育つために、貧困対策もそうですが、そのためにより人員の増強が必要な部門も中にはあるかと思いますので、そのバランスの上でどのようなこれからの要員管理を行っていくかというのを、さらにその今でももちろん検討は進めてきておりますが、議論を加速すべきことということです。そしてもう一点は、将来的な公共施設を持つということは
毎年毎年の管理費も必要ですし、また数年ごとの改修であったり、もしくは10年15年という時の大規模改修も負担となってまいります。ですので必要な施設もありますし、時代の流れによって変化しているような価値観もありますので、そのあたりを踏まえて変えていくということです。そしてこの目標につきましては今 2% の目標ですね。はい、はい、担当局お願いします。財政課です。堺市公共施設等総合管理計画というものを持っておりまして、近い目標で申し上げますと、2030年までにですね、公共施設の延べ床面積を 1% 縮減するというような目標となっております。以上です。それでは他にご質問いかがでしょうか。はい、日本経済新聞社さんどうぞ。日経の高さでございます。収支不足というのが、去年も、ね、伺わせたんですけども、収入が足りないのか支出が多いのか、収支というのは言ってこいなので、それが足りないということがよくわからないということは、去年から質問させていただいているんですけども、ただ、お金が足りない状況だという認識の上 です、ね、お伺いしたいのはですね、改善効果は結局地方交付税だと、つまり国から返ってくるお金が増えるんだということなので、堺市の努力としてこの改善効果どこにあるのかと。で、税収を増やすというのはありますけども、出遅れする部分で何かこうやめた事業、支出を取りやめた事業というのは今年度は来年度はのみもあるんです。今年度やったんだけどももうやめたということによって、これだけのお金が他に回せたという事業はどこにあるんでしょう。はい、まずここの収支改善のところは、これあくまでも令和5年1月前回公表との差です。でこれまでの間に財政宣言を発出した中で徹底的な事業見直しを行ってきて、私自身も全ての事業について、実施している事業について確認を行いながら、廃止、もしくは中止ということも多くありました。そこで基本的にはもう行っていた事業については、一定の精査を行ったということがあります。その上で、令和6年度、廃止した事業もありますが、その一覧、また出せますかね。はい、お見せさせていただきたいと思います。ただもうこれまでの間に事業見直しというのは後半に進めてきましたので、ここからさらにどんどんこの事業を見直して変えていけるということではちょっと難しいかなとは思っています。これまでそういう意味では、いろいろ廃止をしたとかですね、やめたというのは今までお伺いしてましたので、はい、1期目の間に見直すものは見直したんだということだと思うんですが、となればなおのことをどれだけ支出をこう抑えるのかという部分がなかなかこう今まで無駄なことやったからやめるぞっていうのができなくなっているという状況だとするとですね、それでもなおかつこれだけお金が足りない状況だと。で本来ですと、よく物価を回る賃金の値上げという賃上げという話がありますけれども、経済が順調に成長していればですね、CPI を上回るいろんな企業なり個人の収入が増えて、それだけ税収に跳ね返ってという好循環が生まれるはずなんですが、なかなかそれは期待できない中で人件費だけ伸びていくリスクが高まっているとなると、なおのこと出遅れするしかないと。そうすると先ほど日華国さんからも質問がありましたけれども、もう2年、構想をお伺いしてから、もうすでにその構想をお伺いした時点では事業化しているはずの SMI がいまだに実証実験をしていらっしゃると。これはもうどこかで、例えば令和6年度で、実用化が見込まれなければやめるんだとかですね、そういうこういう実証実験のものについてはいつやめるのか、いつまでに、実装化実現化できなければやめるんだという、その後ろを決める事業の取り組みというのもあるべきではないかと思うんですが、特に SMI ラインについてはこれは来年度の結果を見て、やめるということがあり得るのか。で特に東西交通堺駅と堺東駅間の間は、南海さんがシャトルバスを走らせていると
決して不便とは言えないのではないかという状況の中で、これだけのお金を、まあ、税金として入れるべきなのかという議論は、今年度はその撤退も含めて議論すべきではないかと思うんですが、いかがでしょうか。まず SMI に関してはお伝えしていた内容、2025年にまず第一段階で都市内は導入したいということをお伝えしましたので、まあ、すでにもうその導入していた、していたはずを過ぎているということではありません。またちょっと資料も見ていただけたらと思いますが、ちょっともし私の方が間違えてたら訂正いたしますが、まず詳しい説明を聞いてもらいたいと思います。そして三原ラインについても、これはいつまで導入を目指して実証実験を行うということをお伝えをしておりましたので、これも何年度に導入するというのを固めていたとは認識をしておりません。まずは初めて引く路線ですので、需要喚起からスタートすると、この内容についてはやはりある程度の時間を要すると私自身も考えておりました。その間実証実験を行ってきましたので、先ほどお答えしたように切り口を変えながらですね、さらに導入の可能性を探りたいと考えております。そしてこの SMI の都心ラインにつきましては、ただ単にこのシャトルバスの置き換えということではないんですよね。この堺の都心部の活性化、都市ブランド力の向上というところも非常に重要だと思っています。これまでこの堺というのは歴史の街とされながらも、なかなかこの堺の将来に向けた展望であったりですね、未来を見据えたことが動きができていないように感じています。この堺東看護エリア、堺駅、またその先のベイエリアも含めてですが、ここのポテンシャルを生かしきれないと、私自身はこれから住民の皆さんをお支えするための、さらに住民サービスを拡充するための稼ぐ力を高めることはできないと考えていますので、その意味でもこの SMI 都市ラインというのは、これからの未来に見据えた挑戦というのは非常に重要だと考えております。なかなか生かしきれてなかったこの堺の中心部のポテンシャルを生かしきる、ですのでシャトルバスの単なる置き換えということではなくてですね、大道筋南北に流れる大道筋を歴史軸としながら、これは半回線、歴史ある陳地電車半回線が通っています。そして東西軸である堺 SMI プロジェクトの都心ラインを、ここを未来軸としながら、歴史ある路線と、そして未来に向けて挑戦する路線というところで、堺都市未来創造ビジョンにも掲げておりますので、ぜひ一度ご一読いただければと思いますが、この堺の都心の魅力を高めていく、これまでなかなかできなかった、これからの大きな変化というところでも非常に重要だと考えていますので、ぜひ進めたいと考えています。意図はよくわかるんですけれども、2億円というお金をこの自動運転バスに投じるべきなのかどうかということについては、まあ納得しがたいところはあるんですけど、まあ市長としてはそういう思いで2億円をこの都心ラインに投じるということですね。はい、この財源の内訳につきましては、大部分が国費となっている。もちろん国費も国民の皆様の税金ですので、これは国としてもやはり新しい交通の技術を応援をすると、導入を応援するということです。ですので、堺市としてもそのうちの一部を支出をしながら、国全体としても新しい、特に都心部において自動運転のチャレンジというのはかなり先進的な事例だと思っておりますので、堺市としてもこの姿勢を示しながらですね、そして導入に向けて行動するということです。はい、はい、それでは他にご質問いかがでしょうか。よろしいでしょうか。それではご質問がないようですので、これにて市長記者会見終了させていただきます。はい、ありがとうございました。